ああ。皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、今日の動画はですね、最近のお気に入りなリップについての動画なんですけど、っていうのもね、今までこうあんまりオーガニックのアイテムとかって紹介してくることはなかったことはないと思うんですけど、少なかったんじゃないかなと思うんですけど、今回はそうオーガニックで唇に優しいんですけどめちゃくちゃ可愛い私好みの色のリップをね発見してしまったのでね、そちらをね紹介していこうと思います。しかも唇に優しくてオーガニックなんですけど、そしてプチプラっていうところはね何よりいいところかなと思ったので、そちらのアイテムたちを紹介していこうと思います。はい、では一つ目はかの有名な松本清先生から出ているアイテムなんですけど、松清のねオリジナルブランドにアルジェランっていうのがあると思うんですけど、そこのねアイテム結構いろいろ試したことあるんですけど、そのねリップがすごく良かったんでまずは紹介していこうと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、アルジェランのカラーリップスティックで3色ですね。はい、これパケはね似てるけど中身は全部違います。でこれはすごい去年今と同じぐらいの時期に出てめちゃくちゃいいっていうことで流行ってたんですけど、それの時はね限定で出てたアイテムだったんですけど、こちらにね1色追加されて3色になって、そして定番化して帰ってきました、2019年のこの秋にっていう、そういうアイテムなんですね。だからすごく人気が出て定番化したっていう流れのアイテムですね。はい、でこちら元からあった色がこっちからベビーピオニーとアンバーローズってカラーです。もう色味がもうめちゃくちゃ可愛いでしょ。私好みのすごい可愛い色なんですよ。まあ、形状見てわかると思うんですけど、本当に色付きリップみたいな感じなんですけど、色が本当に発色が良くて、すごく好きです。こちらの2色、去年も出ていたタイプのものはセミマットタイプの仕上がりになります。ベビーピオニーはコーラルピンクで、アンバーローズはテラコッタレッドっていう、めちゃ可愛いカラーですね。そう、こちらがセミマット。そして、去年はなかった、今年から追加になった新色のピュアプリムローズ、こちらはねシアータイプとなってますので、さっきの2本はセミマット、こちらはシアータイプっていうことで、まあ使用感がまた変わってきます。色の出方とかもちょっと変わってくるかなっていうところですね。ちょっと出してみましょうか。塗り心地もすごくスルスル塗れますね、セミマットタイプの方も。色付きのリップのねジャンルかなと思うんですけど、セミマットタイプでもスルスル塗れるっていうとかすごくねいいところかなと思います。私こういうスルスル系大好きですね。あーちゃんお風呂？あ、じゃあお風呂入っちゃった？おれ。おばか。全く何の風呂に閉じこもった気が済むねん。はい、色味出してみました。こちらがベビーピオニーでアンバーローズで、こちらが新色のピュアプリムローズですね。でこちらがシアータイプなんですけど、発色的にはね、まあ結構負けないぐらいシアーのタイプも出てるかなと思うんですが、塗り心地的にはやっぱりこちらが一番スルスル塗れるっていう感じがしましたね。色味的にはやっぱりアンバーローズが一番発色してくれるかなっていう感じですね、色味的に。じゃあせっかくなんで実際に乗せてみようと思います。じゃあ最初はベビーピオニーから。すごい軽いサラッとしたつけ心地ですね。クロスしてないしリップだけっていう感じでもないんですけど、なんか程よいというか、なんかいろいろ塗ったくるの嫌いっていう人でも使いやすいんじゃないかなっていう感じがします。こちらはオーガニックネロリ精油とオレンジ精油が入ってるので、まあネロリとかオレンジの香りわかるかなと思うんですけど、ああいう柑橘っぽいようなちょっと爽やかな感じの香りがします。結構スルスル塗れちゃうんでどんどん塗りたくなっちゃうような、そんな感じですね。こんな感じです。ちょっと引きで写すとこんな感じの色味です。カラステするようなねタイプのものではないですけど、すごくスルッと塗れて優しくてすごくつけ心地が軽いのでいい感じです。じゃあ次いきます。次がアンバーローズ、これもねすごく可愛いカラーですね。こちらもすごく引っかかりなく塗れていいです。結構発色もねしっかりしてくれるんじゃないかなと思います。まあレッドってことだけど、私が好きそうなオレンジっぽい色味、まあテラコッタのレッドってことだったんでね、そういう要素が強くてちょっとオレンジっぽいような感じ。そこでもすごく可愛い色ですね。私がよく使うようなリップのカラーにすごく似てます。可愛い、こんな感じです。こちらがアンバーレッドです。またフロン立てこもった、あんた2連続でバカだね。落ち着きなさい。まったく。じゃあ最後はシアータイプのピ
ピュアプリムローズを塗っていこうと思います。あ、よりなんかオイル感というかスルスルしてるような感じがします。なんか本当にオイルに近いような感じ。シアーだとネロリとオレンジの精油がより多く配合されてるってことなのかな。なんか本当にちょっとオイルみたいな感じですね。腕にのせて色味を紹介した時はピュアプリムローズとベビーピオニーが結構似た色かなと思ったんですけど、どうですか？ちょっと感じ違くない？私ピュアピオニーの方が色味はよく使う普段のカラーに近いかなっていう感じがします。かわいい。ちょっとオイルみたいな感じで究極のトゥルトゥル感というか、乾燥してくるシーズンになるとよりこのありがたさが分かってくれるんじゃないかなっていうところですよね。日中もあの可愛く色味をつけながらケアしているっていうような、そんな感覚になれるリップなのですごくいいです。このセミマットタイプもセミマットとは言いながらかなりツルッとした仕上がりになるかなっていう感じの印象ですね。そんなにセミマット感はなかったかなと思います。よりこちらのシアータイプだとツルッと感が出るので、もう一本で完結でいいようなリップで、しかもお値段がね648円とお安いのですごくいいかなと思います。はい、というわけで1個目紹介していったのがアルジェラのシリーズでした。じゃあ次行こうと思います。はい、で次がですね、同じオーガニックのシリーズなんですが、ザ・パブリックオーガニックっていうリップです。でこちらも同じくね精油を使っていてオーガニックなんですけど、またこちらもね色味がめちゃくちゃ可愛いんで、普通にあのオーガニックでね唇にいいっていう観点だけじゃなくて、この色味とか発色もすごく可愛いので、ぜひね皆さんに見ていただきたい。でこちらもね SNS でめちゃくちゃ人気だったアイテムみたいなんですけど、それがねこちらです。じゃーん。はい、今度はこういう細身のタイプを紹介します。細身だとねすごくこの唇のラインとかもね塗りやすいし、私は細身はすごく好きなんですよ。この口の端とかいちいちねリップのブラシ使ったり指ですると汚れちゃうから嫌いなんですけど、こういう細いタイプはそういうところまでね塗りやすいっていうところがすごくいいアイテムですよね。でこちらもねさっきのアルジェラン同様、2018年の秋頃に限定で出てきたアイテムが定番化された商品になります。で去年の限定だと4色出てたみたいなんですけど、前回の色と同じものもちょっと名前が変わったりとか、あと前回4色出てたけど今回定番化するのは3色っていうことなので1色減ってたりとか、ちょっとした変化があります。去年出た色味からちょっと色味を変更してて、黄身からちょっと青みを足すことで肌がより綺麗に見えるような色味に調整してくれて定番になって戻ってきました。色味3色紹介してきます。最初がこちら。はい、かわいいグレースフルピンクです。前回の名前だとグレースフルローズっていう名前だったみたいですね。それをちょっと色味を改良して生まれ変わったのがこちらです。また色味は紹介します。で次のカラーがバーニングレッドっていうカラーです。はい、かわいい。でこれは前回ではバーニングローズっていう名前で出ていたアイテムの改良品になります。で3つ目、オレンジ芸人さん大好きなオレンジシリーズなんですが、ノーブルオレンジでございます。はい、かわいい。もうこういうくすんだというかオレンジ要素入ったというかテラコッタっぽいのとかベージュっぽいのとか私大好きなんですよね。もうオーガニックのリップスティックでこういうのがあるっていうのは本当にね聞いてない、聞いてないよ。はい、色味を紹介します。かわいすぎない？こちらの3色ですね。左からグレースフルピンク、真ん中がバーニングレッド、一番端がノーブルオレンジっていうことですね。なんて可愛い色なの。さてさて、じゃあまた塗っていきましょう。これがまた可愛いんです。でさっきのアルジェランのねリップの方だとセミマットの2本の塗り心地の感じは一緒、シアーのタイプはセミマットよりもさらにツルっていう感じの塗り心地だったんですけど、これはね3本ともちょっと塗り心地というかスルスル感具合は違うなっていうのを今ね実際に比べてみて思いました。まずはグレースフルピンクから塗ります。かわいい色。これは結構塗り心地もツルって感じで、アルジェランと比較すると精油の感じがちょっと違いますね。色味の発色はすごくいいんじゃないかなと思います。かわいい。誰もが使いやすい色。若いあなたからオフィスレイディー、私より上のお姉様方、皆様にお使いいただけるなんていいカラーなんでしょうか。着れそう。ネロリの精油とあとイランイランが入ってるので結構香りは強めかなっていう感じですね。オーガニック系とか精油の香りが好きっていう人はこれを塗りながらもう香りでも癒されるっていう効果もあるんじゃないかなと思います。めちゃ可愛い。
何これめっちゃ可愛いんですけど、しかもこれも同じく648円っていうねスーパープライス。もうね先進国なのに物価がって思っちゃうぐらいめちゃくちゃ安い。ほんと助かっちゃう、ありがとう。全色揃えたくなっちゃう、揃えられる、そういう価格帯ですね。ありがとうございます。これめっちゃ可愛い、グレースフルピンク、こんな感じです。覚えててね。結構ツルツルしてて塗り心地はいいです。はい、では次はバーニングレッド塗りたいと思います。で、これはさっき腕に乗せた時の印象、もうちょっとね硬いような感じがしました。うん、わかる。なんかこのこういう感じ、引っかかるとまではいかないけど、さっきよりかちょっと硬いというか、スルスルはかなり少ないような印象で、仕上がりもちょっとこれこそセミマットっぽい感じな気がするな。かわいい色で、あとオーガニックにありがちなんだけど、さっきのやつだとあんまり感じなかったけど、ちょっとさオーガニック特有のオイルの匂いっていうか、なんかめちゃくちゃ私は他に表現する言葉がないからちょっとだけ悪い言葉で言うけど、固まらない方の粘土あるじゃん、ああいう匂いっていうか、なんかちょっと独特な、すごく肌にはいいんだけどいい香りがしないオイルみたいな匂いがちょっと感じるっていうところはある。さっきのやつは同じ形なんだけど、もっと精油のネロリとかイランイランだろうなっていう香りがしたけど、これはなんだろう、私なんか自分で DIY でリップ作った時に作った、あんまりいい匂いがしなかったオイルの匂いがする。なんでこれはあんまりね香りは正直良くないかなっていう感じはするんですけど、色味の発色とかはすごくやっぱりいいし、スルスル度はちょっと下がるけども、まあちょっとセミマットっぽい印象になってくるので、またねこう一本一本ちょっと個性が違くて面白いなと思います。でもまあ、唇にいいタイプなんで、セミマットとかマット系のもの、私リップ荒れちゃうことが多いんですけど、こういうタイプは、まあ、ちょっといい匂いはしないけれども唇が荒れないっていうことで最近結構積極的に使ったりしてますね。やっぱもうリップって一番荒れやすい部分でもあるなって思うんで、もう香りとかももちろん大事なんだけど、唇に優しいかどうかっていうのを結構選ぶ基準にしてます。結局やっぱり色味とかが良くて落ちなくてもリップが荒れちゃうものだと使わなくなってきちゃうんでね、発色、質感、リップへの優しさっていうところがすごくいいと思います。可愛い色だよね。こういう色味すごい最近好きなの。こういうレッド、オレンジ芸人だけど最近こういう系のレッドも使うようになりました。はい、というわけでじゃあ最後のね色味に行きたいと思います。最後はオレンジ芸人さん待望のノーブルオレンジ、はい、塗ってみましょう。あ、これは一番トゥルトゥルしてる。これはアルジェラのセミマットぐらいのスルスル感、塗りやすいです。すごく滑りがいいです。やっぱり個性があるね、一本一本面白い。アイシャドウとかもそうだよね、同じ色味でもこっちの方がなんか粉飛びしない、こっちの方がなんかしっとりしてるとかあるもんね。かわいい。こちらは1本目と同じようなイランイランとネロリの感じを感じますね。2本目だけちょっとこの精油の香りというかそういう感じがあんまり変わんなかったかなと思います。香るやつの方が匂いはちょっとオーガニックっぽい匂いがするからね、好き嫌い分かれるかもしれないですけど、スルスルしていて本当にトゥルトゥルトゥルって、もう色がなくなったらトゥルトゥル塗るっていう感じの使い方ができるタイプですね。見て、めちゃ可愛くない？これで648円ってマジ安さの伝道っていうか価格破壊なのっていうところなんですけど、めちゃくちゃ可愛いですけどっていう話なの。オレンジ芸人としてはなんか色付きリップって私あんまり使わなかったのよ。結局のところ普通にリップスティックカンカングロス使っちゃうかっていうことでね過ごしてきたんだけど、で昔のなんかリップって色付きリップってなんかすごいピンクっぽい色が多かったりとか、色味あんまつかなかったりとか、そういうイメージだったし、こういう絶妙なちょっとくすんだ色味だったりとかオレンジみたいな色味ってなかったんだけど、最近はこういうリップっぽいのでもこんなにね可愛いカラーでお安くて唇にも優しいっていうのも出てるっていうのを知ったので、これを結構ねマイブーム来そうな感じですね。グロスペペってグロスのペタペタ感が嫌いだったりとかする人ってやっぱりすごい多いと思うんですよ。髪の毛にべったりついちゃったりとか、これだともうオイルっぽい感じでサラッとしてるのでそういうのはないし、まあ唇にすごく優しいことしてるっていう逆に思えるぐらいな感じなのでいいんじゃないかなっていう風にすごい使ってみて思ったので、ぜひ気になってた方にはゲットしていただきたいなと思います。お安いのでっていう今までが色付きのね話だったんですけど、色付き以外にも同じくザ・パブリックオーガニックから
からちょっと面白いのが出てたんで紹介したいんですけど、同じく精油リップスティックなんですけど、色付きじゃないから男性でもね女性でも使えるところなんですけど、ぜひ私はオフィスとかで使っていただくのにすごくいいんじゃないかなと思ったんですけど、スーパーリフレッシュ、スーパーリラックス、スーパーポジティブっていうね、あ、この精油特有のさ、その香りでこう楽しませてくれるというか、やってくれる、やってくれるっていう言葉しか今ちょっと出てこないんだけど、そういうね観点から見たリップっていうのも面白いかなと思いました。まあオイルでねこういうとこに塗ったりするやつってあると思うんですけど、まあリップで精油でね、唇にも優しいプラスそのまま精油の香りで自分の気分を上げてくれたりリラックスしてくれるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。男性いかがですか？職場で使ってたらシャレてんなって私だと思うけど、ちょっとこれまず開けて匂いを嗅いでみようと思います。エッセンシャルオイルリップスティックって言うんだって、シャレてんね。こちらスーパーリフレッシュがペパーミントとローズマリーの香り。あ、メンソレータムをもうちょっとまろやかにしたような、まあペパーミントなんでそんな香りですね。で、見た目は本当に DIY した時みたいな感じでこう固まってる感じで、色味はあんまりつかないし、ペタっていうのはないのよ。ちょっとオイルっぽい感じだから、塗った後は厚みがあってポテッとする感じじゃなくてサラッとしてくれるので、こういうタイプだったらテカテカしないから男性の方もいかがですか？うん、すごくいいと思う。いい香り。思うんだけどさ、機内のアメニティとかこういうの入れてくれたら嬉しいこういうちょっと香りの要素入ってるやつとか入れてくれたらすごい嬉しいんだけどっていう感じで、まあそこまでペパーミントがすごく強い感じではないですけど、確かにこれね使ってまあオイル使うだけじゃなくてリップに使うっていうね、その実用的な面もあるし香りも感じられたらすごくシャキッとしてリフレッシュできるんじゃないかなと思うので、まあ勉強疲れたなとか上司うるさいなとかなんかいろいろ思った時とかはこういうのリフレッシュしてみるのもすごくいいかなと思います。はい、じゃあ次の香り、次はスーパーリラックス。これも職場で使えるんじゃないですか？上司がうるさいなっていう時とかやっぱりこれもね使えるんじゃないかなと思います。上司うるさいなの時のシリーズめっちゃ多くない？ラベンダー精油とパルマローザ精油の落ち着く香りだった。パルマローザって私初めて聞いて、モンテローザしか聞いたことないんだけど、あ、待って待って待って、これ超こういうの書いたか、パルえ、あ、うん、あ、ラベンダー要素が強いように思うね。パルマローザ、パルマローザ感はちょっとわかんないけど、まあラベンダーの香りが結構強いんで、私の高校時代の修学旅行のバスを思い出しますね。高校の時のバスのなんかラベンダー狩りに行かされて、なんか一人絶対10本積まなきゃいけないって言われて、私持って帰りたくないからいいって言ったんだけど、結構強制的にハサミを握らされてラベンダーを積まされたっていう思い出があるんだけどね。その思い出させるような匂いですね。悪い思い出じゃないですよ、いい香り。まあこちらも塗り心地はまあそんな変わんないですね。同じような感じで香りが違うっていうことなので、まあすごくサラッとしてくれていいですね。うん、これも癒されそう。これは寝る前とかに塗ってあげたらすごくいいかもしれない。すごくリラックスしてよく眠れそうな感じがするので、睡眠を促すっていうところにもいいんじゃないかなと思うので、上司がうるさいなっていう時とか、あとは寝る前とかに夜使ってあげるケアとして入れてあげてもいいかなと思います。はい、じゃあ最後ちょっとこれが面白かったね。スーパーポジティブ、スーパーポジティブの匂いって何なんだっていうことなんですけど、グレープフルーツとベルガモットの香り。私グレープフルーツとベルガモットの香りってめっちゃ好きなんだけど、あ、すごいいい香り。ベルガモットの香りめちゃくちゃします。グレープフルーツの匂いもするな。程よい感じで半々ぐらいの香りがします。まあ塗り心地も同じ感じだし、日中だったら私これを好んで使う匂いですね。ベルガモット系の香りすごく好きなんで、あーいい香り。もう本当にうざいやつとかいたらこれって嗅いだらいいかもしれない一旦。まあ全然精油って基本的にリラックスするかなって私は感じはするんですけど、嗅いだら日中に使いたくなるような、確かにポジティブになるような香りなのかもしれないですね。まあすごく癒されますよね。精油とかがすごく好きな人だったらこれすごくいいのかもしれないです。しかもこちらなんとゴジラ松井555円っていうことでめちゃくちゃお安いんですよ。もういいんですかね、こんななんかお安く買わせていただいて、 DIY する方がもうお金かかるんじゃないかっていうぐらい結構安価なんですけど、すごくいい製品だなと思います。うん、飛行機の中って飛行機臭が私あんまり好きじゃないんで、リップとかやっぱこういう
ちょっと安らげるようなやつとか持ってこうかなってすごい思います。そういうシチュエーションとかでね、使ってみるっていうのもいいかもですね。はい、ということで今回は、あんまり私の動画ではね、こう専門でというかオーガニックってくくりで紹介することはあんまりないんですけどね、私が別にオーガニックでもケミカルでも両方私はなんか自分に合ってるなと思ったら好きだから、特にめちゃくちゃオーガニック信者ですとかケミカル最高とかそういうわけではないんで、まあ、まとめて紹介することっていうのは今までなかったかなと思うんですけど、本当使ってみてシンプルに使い心地もすごく良かったし、まあ、それぞれね、利点、細くていいとかスルスル塗れるとかセミマットとか香りに特化してるとか、なんかいろんな面で声優のシリーズのオーガニックのリップスティックすごくいいなと思ったんで、まあ、とにかく安いっていうところがすごくいいところで、何回もこうなんだろう、あんまり気にせずドゥルドゥル塗れるっていうところがすごくいいところじゃないかなと思ったんで、まあ、マツキヨとかザパブリックオーガニックもマツキヨで売ってんのかな、ちょっとわかんないですけど、これ両方とも私結構気に入ったので、ぜひぜひ本当に良かったから気になったなと思ったら、ぜひマツキヨだったりとか行ってチェックしてほしいなと思います。というわけで今回は最近気に入ってるオーガニックのリップたちでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。